月替わりでゲストをお迎えして、1ヶ月間にわたってじっくりお話を伺っていくコーナー、ミュージックナビマンスリーゲスト。今月10月は、このお二人をお迎えして3週目になりました。自己紹介をお願いします。皆さん、こんばんは。モーニング娘。'14 の石田由美と小田桜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えー、実はですね、今週20日からの1週間は、はい、あの、TBS ラジオスペシャルウィークということなので、ゲストの皆さんにですね、あの、プロ野球に関するお話を伺ってるんですよ。はい、今ね、あの、はい、ポストシーズンですけれども、実は、石田さんは、はい、モームスに入る前の2006年から2009年にかけて、なんと、楽天イーグルスチアリーディングスクールに在籍していたということなんですけれども、はい 踊ってた踊ってました。うん、球場で、年に3回立つチャンスがあって、うん、で、その1回も始まる前と途中と最後の方って、3回も、その本当の野球をやっている球場で、踊らせていただいてました。え、その時はでも小学生だった小学生の後半と中学生の前半でしたね。はい。 それは、あの、楽天も好きだったの楽天、うん、どちらかというと踊ることの方が好きでやってたんですけど、もともと小学1年生の時から他のチアリーディングスクールをやっていたんですけど、まあ、スクールだけだったので、うん、どこかでじゃあ自分の踊りを披露したいってなった時に、この楽天のチアに出会って、うん、たくさんの,その野球ファンの方の前で踊らせていただいてました。はいはい、ああ、それがね、3回 年に3回ありました、うん。初めて踊った時どうだったああ、もう人が多くって、うん、しかも円形のステージだから、うん、横一列でラインダンスとかみんなで足を上げるダンスをやるのは、はいはい、横を綺麗に揃えなきゃいけないのに、うん、球場が丸いから自分どこに立ってばいいんだろうって、うん、こう頭混乱になったのを覚えてます。うん、試合前に踊るの途中に踊るの試合前と途中と最後の方に。うん 緊張した緊張しましたね、毎回。<ー>で。何人ぐらいえっと、結構いっぱいいました。50人ぐらいは多分いたとすごう思うんですけど、う私はまだ小学生の時は、うん、そのお姉さんたちのグループの、うん、そのプロでやってる先生方と一緒に踊ったりだとか、うんうんうん あとは、こう、何人かが選ばれて選抜で踊ったりするっていう時もあったんですけど、うん、そこにも選ばれてやったりとかもしてました。で、モームスになってからも、あの、2012年に、球場で、東部ゴールデンエンジェルスと一緒にダンスパフォーマンスやったんそうですよね、はいはい。そうなんですよ。うん、あの、道重さゆみさんと二人で仙台でお仕事させていただいて、ええ あの、その私がチアをやっていた経験があるから、じゃあ今回そういう企画を立てようっていうお話になったみたいで、その私の過去が今の仕事になるなんて、そうだね。嬉しいですね。やっててよかったって思いました。で、楽天のその選手とか、あの、当時、当時星野監督だったいや、違いました。えっと、ブラウン監督かあの時と、あと野村監督野村さんの、はい、の時だったん。え、あの、あったりした えっと、見かけたりとか多分してたと思うんですけど。うん、お話ししたことはないお話しとかもしたことないです、うん。プライベートでその楽天ゴールデンイーグルス、応援したりはするえっ、はい、と、何回か家族で見に行ったことはあるんですけど、うん、なんかもう、覚えてないです、正直。 小さい時の記憶。自分が踊ってた景色の方が覚えてますね。自分が客席から見てたっていうよりも、うん、球場から客席を見てるっていう景色。うん、すごいす,、うん、すごい贅沢なんですけど。<laughs> 逆だよね、普 <laughs> すとね、はいす。でも楽天のあの、球場ってさ、はい、あの春先はやっぱり、 寒いじゃないはい。その、ドームじゃないから。あ、はい。外です。ね、だからそういう踊るときちょっと寒いかなって気がするんだけど。雨で中止になったりとか、年に3回しか踊るチャンスがないのに、その1回が中止になったりとかもありました、全然。まあね、あの、楽天、今年は残念ながら最下位になってしまって。うで、星野監督も今年で辞めちゃって。 えー、来年ね。はい、頑張っていただきたいですよね。ぜひ私もその踊りで応援に行きたいです。ですね。はい、桜ちゃんは野球は、あの、好きな球団とか選手とかってあるかな私、あまり詳しく、野球に詳しくないんですけど、野球は12期メンバーの牧野まりあちゃんが大好きなので、うん、まりあマリアちゃんが研修生にいた時から、野球の話をよく聞いてましたね。うん、なんかまりあちゃん本人も、うん、あの、北海道のチームを、 愛知県出身なのになぜか北海道のチームを。日本ハムを。日本ハム。応援しているらしくて、わざわざ北海道まで応援に行ったりするって。行ってるんだはい。相当コアなファンだな。すごい。そうなんですよ。だから、私もこうやってその楽天のチアをやってたからってお仕事いただいてたんですけど、その仕事が取られたらどうしようって思ってますね。マリアちゃんの野球は本当にすごいというふうに。で噂で聞いています。はい。ちょっとじゃあマリアちゃんに今後ね。 教えてもらえば。そうですね。勉強して、うん。スポーツの秋ですから。そうですね、はい。はい。じゃあ、ここで一曲聴いていただきましょう。先週15日に発売されたニューシングルから一曲お願いします。はい、聴いてください。モーニング娘。ワンフォーで、チキムモーニング娘。ワンフォーで、チキムンでした。え田、ー、小田桜ちゃんはですね、はいあのー、チャメとか、デジカメとか、はい、 使って自分で自分を撮る、いわゆる自撮りというのが非常に得意らしくて、メンバーも感心するほどのテクニックを持っているということなんですが、どういうテクニックなのそれは。<laughs> あの iPhone なんですけど、<ー> iPhone で自撮りをするんですけど、うんうん、やっぱカメラは、 付属のものではなくて、アプリをダウンロードして、うん、そのアプリで撮ったりだとか、うん、光の感じとかっていうのを調節するのが、<laughs> 面白くて面白くて。うん、写真家みたいだね。本当 <laughs> にもう、あの、写り方が全然違うんですよ。うん、っていうのに気づいてからもう本当に面白いですね。うん、なんか、ブログに載せたりもするんですけど、うん、ブログ用とかもそういう風邪ってただの趣味というか、うん もう極めて行きたいものの一つですね。うん、でも趣味で自分を撮影するってちょっと変な子ですよね <laughs>。そうなんですけど、あの、カメラに映ると別人のように映るんですね、映り方によって。それが楽しくて、へ<ー>どこまで自分じゃない人っぽく映るかみたいなことをやってるんです。うん、え、自分以外のものを撮るときはそんな凝らないの あ、でも、凝りますね。ピントの合わせ方とか、うん、周りをちょっとぼかして、遠近法とか、うん。お露出がどうだとか、うん、はい。<ー>あと、人を可愛く撮る角度とか。はいはいはい。外のカメラで撮るときも、だから、ちょっと、写真撮っていいですかって言ってからしばらく時間かかるみたいな。右から眺めて、斜め上からとか。で、いろいろ探りますね。え、自撮りの時の一番、桜ちゃん、いい角度はどんな感じですか、うん、でもなんか、自撮りする方ってみんな、うん 斜め上45度みたいなことを言うんですけど、うん、私そうでなくて真正面なんですよ。真正面もしくはちょっと下からっていうのが、うん、これはなんか全然普通は上から撮った方が可愛く撮れるんですけど、うん、なんか黒目が小さいんですよ、私。 そうかね。大きいと思うよ。目に対しての黒目が小さいので、上を見ると、ちょっと睨んでるっぽく見えちゃう。上目遣いとかすると。三拍眼に見えちゃうのかもね。そうですね。あと、二重幅が広かったり、黒目が大きかったりすると、目がくるって見えるんですけど、二重幅も狭いし、黒目も小さいしってなると、ちょっと目つけが悪く見えちゃうので、下。 はい。の方から撮ったり。私、<ー>光で決めますね。<ー>その日の感じとかか照明とか太陽光線とか。もう、自然光です。うん、おあ、もう太陽光線で。窓のそばに行って撮りますね。うん、凝ってるわすごい。<laughs> えぇ、ー、あゆみちゃん撮ってもらえばいいじゃん。 そうですね。ぜひ可愛く。でも、小田ちゃんとは、あの、初めてここを出演させていただいた時にも言ったように、相性が多分合わないので。合わないんだ。私のこともうまく撮れないんじゃないかなって思います。だからなんか、あんまり一緒に写真撮りましょうとかっていう流れにならないですよね。でもよくこうメンバーの中では、小田ちゃんと一緒に写真を撮ると、小田ちゃんが写真撮るのうまいから自分も可愛く撮れるとか、言ってるメンバーはいますね。 まあでもちょっと大いに参考にしたいですよね。そうですね。ちなみに小田ちゃんは学校では生活福祉常任委員会というのに所属してるらしいんですが。中学校の時ですね。これ何風紀委員みたいなことそうですね。身だしなみとか。高速に清く正しく従ってました。スカートの丈とか。そうですね。スカートの丈はもう本当に膝より短い人いなかったですね、うちのええ。 えそ、ー、に短い人とかいたら、うん、えみたいな。うん、先輩後輩構わず、えみたいな感じにはなってました。うん、ソックスはソックスは自由だったんですけど、うんうん、はい、その辺はなんか自由で、あと、髪の毛とか、うん、ちょっと前髪長いんじゃないとか、うん、スカート短いよとか、うん、あと、制服の下からセーター出てるよとか、うん、っていうのを、 かなり私が注意してましたね。へー。結構敵作りそうじゃんなんか、そんなことないでもなんか、普段友達として接してる時と、うん、この生活福祉上人としてのスイッチの切れ替わりがすごいわかりやすいらしくて、へぇなんか普段の小田桜の時はみんなと普通にバイバイやってるんですけど、うん、急にふと、あれみたいな。セーター出てないみたいなこととか、 なんか前髪長いじゃないって言ったとき、あ、ごめんみたいな感じの呂しみんな急に<ー>ピシってなりたるえ。はい、じゃあすごくいい常任委員だったんだね。うん、ね楽しかったですね。<laughs> はい、<laughs> あとなんか、実は、小田ちゃんは昔から仕切りたがり屋なんだって仕切りたがり屋って言うんですかね。そんな気はしないですけどね、僕は。うん。どうど石田さんから見てたいや、多分今は、 小田ちゃんってモーニング娘。の中で一番後輩だったんですよ。うん、まあ最近12期が入って一つ先輩になったんですけど、だから、こう、うちに秘めてたんでしょうけど、うん、もしかしたら、こう、12期に、すごいいろんなことを言うかもしれないですね。うん、<laughs> そうなんだ。そ <laughs> うなんですよね。結構偉そうに。<laughs> でも12期は私大好きなんですけど、うん、でも、研修生としてやってた時は、結構、うん、なんだろう。後輩にはやっぱり、 こうした方がいいかもとか、スキルっていうより話しかけには行ってました。ああ、まあ積極的に、こう、ね、コミュニケーション取るってことですよ。仲良くしたかったです。うん。みんなと。いいことだ。はい。あとね、なんか、雑誌のインタビューによると、道重さんが、小田の醸し出す雰囲気は今までのモーニング娘。にはなかった。と言っていたそうなんですけど。すごいわかる。え、わ、わかんないわかんない。本当ですか。多分今、 メンバーが全員いないからなんでしょうけど、うん、10人全員でいるときに、小田ちゃんが急に、何かポッて発言する言葉とかが、みんなとずれてるんですよ。うんうん、あ、そう。みんなでワイワイはしゃいでたのに、小田ちゃんが一つ変なこと言ったから、うん、なんか変な空気になったじゃん、みたいな。おい、すごい、みたいな感じになる。おい、おだ、みたいな空気にすごくなるんですよ。<laughs> うん、え、ライブの時のの下さんの効率化せるのと比べるとどう そうですね。私は、ステージ上でが多くて、小田ちゃんは裏でが多くて。ああ、そうなんだ。そこちょっとずるいなって思うんですけど。いや、ずるくはないと思うけど。小田いずむって呼んでます。小田イズム。小田イズム。僕は、僕は小田ちゃんはなんかすごく、しっかりして見えるけどね。しっかりした子だなぁと思ったけど。後々。うん。なんていうんですか後々、化けたはい。ああ、そっか。剥がしてみたかった。そっか。はい。 えー、ではそろそろお時間になりましたので、お二人からお知らせお願いします。はい。モーニング娘。ワンフォーコンサートツアー秋。ギブミモアラブ。道重さゆみ。卒業記念スペシャルというコンサートツアーの真っ最中です。えー、次の公演はですね、福岡市民会館で、えー、コンサートを行いますが、11月26日の横浜アリーナまで、えー、どんどんコンサート続きますので、お時間ある方、ぜひ遊びに来てください。 はい。そして10月29日にモーニング娘。14の14枚目のアルバム、14章ザ・メッセージというアルバムが発売になります。この曲はシャッフルだったりとか、いつもとは違う私たちの表情が見れると思うので、ぜひチェックしてください。はい。ありがとうございます。詳しくはモーニング娘。14のオフィシャルホームページをご覧ください。では、お別れにもう一曲をお送りします。曲紹介をお願いします。はい。モーニング娘。14のニューシングルから、道重さゆみさんのソロ曲。 シャバババブ。バババミュージックナビマンスリーゲストは、モーニング娘。ワンフォーから、石田あゆみさんと小田桜さ,さんでした。来週で最後になります。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。